速稼塾の久保です。今日はですね、私の地域に根付いてもう、長いですね、小林明夫さん、福山市議会議員の方をちょっと紹介しようと思います。こちらの方、公明党の推薦と支持で多分当選してらっしゃるんですけども、私が聞くところによると本当に普通の人という立ち位置から今政治家としてね、活躍されて地域を支えてくださっているということでございます。で、1期4年、528件の声を形にしてきたよっていうことでね、実績の方をチラシにしてくれて、で、次回も当選したいなってことだと思うんですよね。で、やってきたことっていうのはどうなのかなってことですけども、バスケットコートを設置しましたよっていうこととか、公園の整備しましたよとかね、それから公園の遊具を取り替えましたとか、山陽道の拡張をしましたと。はい。まあ、地域の住環境ですとか、交通環境にものすごくね、配慮してくださってる方だなと思います。で、それから、小学校の通学路の安全対策でしょ。で、こちらも学校の道幅を広げたってところです。これは私もね、すごくね、ああ、広がってよかったなって実感してるところですね。それから、横断歩道、これ歩道橋をね、ちょっとこう塗り替えてもらったというところでございます。で、公園の整備ですとか、その他通学路の安全対策で、木々を伐採しましたよとか、除草も、草も取り回したよとかね、水害対策もあれば、そうですね、バス停にベンチを増設しましたと。はい。まあ、こういうふうにね、地域の方の声を全部形にしてくれましたってことなんですよね。で、こういったことで、市議会議員さんの活動っていうのはいいのかなと思うんですよ。というのが、市議の方っていうのは、地域にお住まいの方の悩みを聞いて、それを解決するために、より住みやすい、市区町村を作るためにね、活躍してくださる方のことだと思いますけども、それぞれ市議さんのね、何をしたいかって方針にもよるんですけども、私たちの住んでいる市民が求めているものって何かっていうと、やっぱりね、住みやすい街づくりっていうことではあるんですけども、こういったことも大事なんですけども、もっと優先するべきは、子育てに心配のない社会じゃないかなと思うんですよ。これはやっぱり明石市のね、泉市長って今話題の方が証明してくださったように、こうやってね、設備も大事なんですよ。でもこの設備をいかにいいようにしても、公園を使う子供たちがいなくて老人が使ってるっていう現状とか、学校の周りの環境を良くしても、そもそもその学校が5年後にあるんですかとかね。今生徒さんがね、小学校によって100人ぐらいしかいないんですよ。マンモス学校だったのにね。で、設備が余っちゃってるんですよ。で、そういうところを強化したからといって、本当にごく一部の人が喜ぶだけでね、なんかほとんどの市民活動にはあんまりこう影響がないというか、これだけ見させてもらっても私がたまに通る道路が広くなったなって思うぐらいで、暮らしのほとんどは変わらないわけですよね。まあですんで、多くの方が共通して住みやすい街だと感じるためには、やっぱり子育てのしやすい街でね、若い方がどんどん入ってきてらっしゃって、で、若い方が仕事をしてレジャーを楽しんで、それを取り巻く、お仕事も順調になっていくし、昔から地域に住んでる方もそういった流入してきた方とコミュニケーションが円滑に図れてみたいなね。で、新しい市民になってよそから住まわれた方、福山って住みやすい街らしいよみたいな感じで住まわれた方が、子育てをしながら仕事をしながら暮らしていく中で、ずっと地域に長くお住まいになっている方と、こうね、徐々に連携を保っていって、世代交代を図っていくと。そして、流入した方と、地域に30年、50年いる方と、融合していくみたいな形を取る。要するにね、ここに、人間に対して何をやったかっていうことがあんまり反映されてないんですよね。もちろんこれは小林明夫さんのことを批判してるわけじゃなくて、それぞれね、何をしたいから当選した、何をやってほしいから、票を投じたってものがありますんで、多分、小林明夫さんはこういうことをやるために、自分の公約をね、今果たしてるところだったんで、誠実な方だと思うんですよ。ただ、私たちの住んでる街に足りないのは、子供を産んでも安心できないっていうところなんですよね。もうとにかくね、子供がどんどん減っちゃって、で、よそから来る人もそこそこいるんですけども、よそがもっと住みにくいから来てるに過ぎなくってね。必ずしも切磋琢磨して住みやすい街になったわけじゃないっていう風に見えるんですよ、正直ね。3月31日。あ、工事日があるんだ。なるほどね。はい、ということでね、本当にまだまだ、政治家の方頑張ってらっしゃると思いますけども、でも、政治家ってのは就職先じゃないですからね。ですので、やりたいことをやったら、もうそれでね、自分の職位にこだわらずに、まあ、辞めていくと。
で新しいマインドセットを持った方がまた新しい街づくりをしていくということで、あのこの街の暮らしに不満を持っている方が当選していただいて、その不満を解消していくっていうことの繰り返しだってほしいなと思うんですよ。でね、何期も何期も当選するけども、あの人何やってんの、ただただ飯食ってる単なる市議会議員じゃんっていうふうにやっぱ大体なってるんですよね。うん、まあ一方では市長の力がものすごく強くって、市長が統治をきちんとしてるから市議としてもう特にやることがないっていう事情もあるのかもしれませんけども、うん、まあ私の住んでるね福山市っていうのは、同じ方がずっと市長をやってらっしゃって、もう対抗馬がいないぐらいすごくね信頼されて強い方なんですよね。うん、でもやっぱり次の世代のことを考えてるかっていうと私は大いに疑問で、やっぱりこれからね20代30代の方が30年後暮らしても40代50代とかになるわけですよね。でもまだ現役世代なんですよ。そういう方の街づくりとしては、うん、なんか不十分だなと思いますし、結局自分の見てる景色ってのは自分と同じ年齢とかね、自分と昔から付き合いがある人、自分の近所の人に限られてしまってるのかなと思うんですよ。見えないところを見ていかないといけない、それがまああの政治家の役割なんじゃないかなと思いますよね。そしてもうちょっと厳しいことを言うと、見えているものが見えてないよねっていうふうに、あのそれぞれのね、こうやって政治家の方にはちょっとこうお願いしたいかなっていうところがあります。もちろん小林明夫さんをどうこうするものではないですけどね、今回の動画は、どうなんでしょうね。はい、じゃあありがとうございました。